こんにちは。今日はたまには私の普段やっている仕事の作品紹介実績、あれどこれカメラどこ、おカメラここですね、を紹介したいと思います。ご覧くださいませ。はい、はい、ということでね、私の仕事、どういうことをやっているのかということも、たまにはですね、ソーシャルディスタンス2回ばっかりやってるんじゃないぞと、伊勢浜署だけじゃないぞっていうところをちょっとたまに言ってみようかなということでですね、今日はバイクの上からお届けいたしますね。バイクにまたがったまんま説明したいと思います。はい、もうこんなところでやってますよ。素晴らしい、ね、鳥の声も聞こえますしね。こういったようなですね、こういうお盆のこの黄色いお盆のお花ともちょっとね、ソーシャルディスタンスを保ちつつ、ソーシャルディスタンスお盆ということでですね、今日は私のやっている、普段やっている、やってきた仕事についてですね、ちょっとご紹介、させていただければなというところでございます。私、大川健一と言いましてですね、生意気のイラストレーター、グラフィックデザイナーということをやっておりますね。1974年、釧路生まれでございますので、それいろいろ書いてますよね。北斗の拳とか好きですね。あと、赤毛のアンが大好きでございます。赤毛のアンはですね、どこの、ページをですね、パッとめくっても泣ける自信はあるよっていうのが私の、なんていうんですかね、売り文句っていうか、そういうことはどうでもいいんですけども、いろいろですね、私は絵描くスタイルは長澤まことさん、ね、という方のですね、描き方、本に出会って、絵描くていいな、絵を描くことの本当の意味を知り、何気ない日常を描き続けるってね、かっこよすぎますね。これね、こういう感じでやってます。で、みんなを笑顔にする小川ブランドを目標に日々奮闘中でございますということでですね、ショームコー、株式会社ショームコーという、会社にいましたよね。現在2名、総員2名ということで、2名です。2名でやっております。私の他に社長が、経営者がおりましてですね、一緒に、やっておるということでございます。そして、本とかもね、出してますね。あと、パリで作品展示、日系企業とコラボ、ローマ、パリ、スイスでスケッチ、ね、こういうこともやりました。あとはですね、不老経営の奇跡、名経営者に育った平凡な主婦の物語、漫画出版いたしました。初めて漫画描きました、私。結構ね、これ、アマゾンで買えますんでね、初めて描いた漫画、天下史郎さんという方がいましてね、天下さんに、小川君、漫画描いてみようかって言われてですね、いきなり言われて、はい、やりますなんて言ってね、えらいことやりますって言っちゃったなと。そして漫画っていうことでですね、漫画の描き方っていう本をですね、私は書店に買いに走ったっていう思い出がございます。2014年のことだったんですね。もう6年も経ってます。あとは絵本いい天気っていう絵本もですね、書いてますね。うさとジャパンさんと、うちの作って出版いたしました。これはちょっともうないかな、買うことはできないかもしれないですが、あとはですね、熱いうちに打て、清水和道著、ね、想定デザイン挿絵制作ね、こんな風にやったらもう何分かかってもかかっちゃうか分かりませんね。で、室蘭工業大学の清水和道教授のですね、室蘭工業大学の仕事はたくさんさせていただいておりまして、清水先生のですね、本があるんですね。熱いうちに打てっていうですね、あれなんですよ、鉄の町室蘭のですね、鉄のあのことをやってる先生でございますから、熱いうちに打たっていうのは鉄にかかってるわけ、そういうのとかですね。あとはですね、小向こうでの業務内容実績と言いますとですね、このカタカナばっかりでよくわかりますけど、アートディレクションつって、絵とかね、そういう、なんて言うんでしょうね、デザイン、写真などを使った、広告だとかね、そういうことでございますよ、広告ね。あと、グラフィックデザイン、ね。グラフィックデザインってね、
何でしょうね、これね、グラフィックのデザインですね、やっております。あと、オープンツールっていうのはですね、お店始めるときとかにね、次に書いてます。名刺だとかですね、カード、ショップカードとかね、あとは、ポスターですね、あとはロゴマークデザインもやりますね、あとはキャラクター企画制作、オーダー絵画、ね、おじいちゃんとおばあちゃんのプレゼントに、おじいちゃんとおばあちゃんの顔を描いてほしいとかね、お家を描いてくれないか、僕の好きな車を、思い出の車なんだ、もう売っちゃうから車を描いてくれないかなとか、ね、そういう仕事もたくさんありますね。すごいね、やりたい、もっとやりたいです。あとは、ウェブサイトの、デザインなどもやっておりますね。あとはですね、ここに書いてます、 いろいろね、日本で最も美しいおられん、関連印刷物、旭山動物園、私は旭川におりますんでね、旭山動物園のお菓子パッケージのデザインだとかですね、美瑛町のお芋のキャラクター、ジャガタワーって知ってます？ジャガタワーって、ね、あるんですよ。そういうのとかですね、ユニクロクリエイティブアワード2005年の入選全店舗で T シャツ商品化になったんですよ、これびっくりしますよ、私ね、ダメ元でなんかこうふざけて応募したらですね、入っちゃってですね、なんか全店舗で私のデザインの T シャツが販売されたという、ありがたいこともあります。もう15年前になるんですね。あっという間に時間が過ぎて、あとは旭川市、中心市街地活性化基本計画、マチクルバスラッピングね、そういうバスのラッピングイラストですね、イラストでやりましたね。いろいろこうやります、いろいろこうやっておりますよ、やっておりますんで、やっております。そして私は、この周りにあるイラストね、こういう、こう、お、ラインね、ラインのスタンプもありますよ。ひげ下がりじゃないですね、ひげじゃなんてダメです、昼下がりのテルコね、これちょっと聞いてよ、あら、これ見なさい、などなどですね、こういう、もう実際に使うところがあんまりないっていうですね、これどこで使うんだろうっていうような、テルコさんのですね、テルコおばあちゃんの、これこうあるでしょ、ほんとそう思うわとかね、こういう、ラインスタンプありますので、検索していただければですね、買うことができます。私のおばあちゃんがモデルになってるんです。もうね、亡くなってしまったんですがね、テルコおばあちゃん、本当に、もうなんていうかチャーミングでね、いつもね笑顔でね、細かいことは気にしない、そういうおばあちゃん、そのおばあちゃんをモデルにした LINE スタンプ作ったのありますね。あとはね、まあいろいろこうね、いろんなタッチで私絵描くんです。絵がとにかくね好きですんでね、いい天気なんて、これ絵本ですよね、さっき言ったやつね。あとはね、こういったようなこういうね、これもね、幼稚園のバスとかね、壁にも描きます、これ、ね、壁に描いたり、お店の壁に描いたりです。こういったような、そうそう、ね、私のホームページ、ね、あとブログ、あと会社のホームページ、あとフェイスブック、ね、あとはね、こう書いてませんけども、インスタグラムだとかですね、なんだっけ、やってます、ね、そして、そうだ。これに書いてないけど、YouTube ありますからね。そうか。皆さんこれ YouTube で見てるから、ね、もう分かってますね。すいません。そして、私がですね、やってることをですね、要約するとですね、絵やデザインを通して明るさ、楽しさ、安心、ユーモア、希望をお届けしたい。ね。お届けできればいいなと思ってやっているということでございます。もうね、これ喋ってるだけでも8分ぐらい経ってますよ。すごい時間が経っちゃった。で、ね、次からこういったようにね、こんな感じで、こう、実績というか仕事をね、こういっぱいファイルになってますんで、ご紹介していきたいんですけどもね、これはもうちょっと皆さんも飽きてきたでしょ ?8 分も喋ってるんですね。また、何回かに分けて、何回に分けるんでしょう、これこんなにあるんですよ。ね。まあ気長にですね、私の仕事を紹介していきたいと思っておりますので、はい、じゃあまた撮りますので、皆さん、はい、よかったらね、私の なんか仕事、興味あったら、見てますか？あったら見てくださいね。ありがとうございます。